大丈夫ですかね。はい、それでは、はい、ではまずは、バス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 もう歌えるでしょ。はい、歌ってパン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 、ひしおさんまで大げんちるよ。というわけで皆さんこんにちは、久々に来ました。お連れでよろしくお願いします。はい、皆さんじゃね、パパ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 スタで行こう。拍手拍手拍手、ありがとうございます。さあ、久しぶりに、本格的に生配信が始まりました。今日は長いよ、みんな途中でオフにするぐらい2時間かかるよ。行くぞ。さあ、それでは、生放送は久しぶりですね。はい、生放送はね、生放送久しぶりもいいところだよね。はい、それではマイキッチンにようこそ。では今からですね、はい、いいのかな、ここ これ材料今材料持ってきました。はい、材料も、あの、あ、今飲んでるワインも入ってますね。はい、材料以上です。さあ、それでは、はい、皆さんいいでしょうか。もう始まりますよ。一緒に作る方いますか。邪魔します。はい、どうもどうも。私持ちますね。はい。では、はい、材料一応確認しましょう。はい。はい、今日は総長のパスタで行こう第4弾ですね。4弾。皆さん知ってます ?1、2、3までやってるんですよ。そうでした。ね、2と3はさっき見せたでしょ、あの、LINE でね。1わかんないの。どっか行ってた。間に合ったー。いきまーす。まずは、パスタはまあ最後だからいいとして。ワイン。濃いめの赤ワインがいいですね。使います。今日材料多いですね。はい。みりん。パスタにみりんを入れます。あ、ミートソースにみりん。ウスターソース。あ、総長、安いワインでも OK って聞いた。大丈夫です、大丈夫。赤ワインの濃いめがいいですけどね。はい、薄めの赤、濃い方がいいですね。濃いっていうの分かるんですか？濃い薄いってどうやって。あ、分かんないから、適当でいいです。はい。ウスターソース。始まってましたね。はい、次。濃いめの赤ワイン。醤油。はい。で、これパスタ麺。今日はね、リンギネないんで 1.7 ミリ使います。リン入れるんだ。これは、いいタイム。茹で時間8分。はい。はい、そして、これがカップですね。はい。で、もうみじん切りやっちゃいましたよ。これ全部僕が一人でやったんですよ。これ見てください。では、人参のみじん切りと玉ねぎのみじん切り。はい。人参、玉ねぎのみじん切り。はい。そして、今日はね、うち17ミリパスタ。4人前作りますので、お知らせしたもの、あ、違う違う、8人前作ります。今日のレシピ4人前なんだけども、4人前、あれ、ちょっと足んないんじゃないかと思って。4人前は全然足りないね。はい、合いびき、牛豚合いびきを、ネットスーパーで頼みました。はい。そう？はい、昨日届けた。農場みじん切りお疲れ様です。はーい。さあ、皆さん、今日張り切っていきますよ。はい、これ、舞茸。舞茸が決めて。はい。舞茸、倍でいきます。倍でいきます。はい、8人分作るんですね。8人前。はい、まあ、オリーブオイル。はい、あと、トマトジュースないんで、普通に、トマト、なんだこれ。トマト、ピューレみたいなもんですかね。ね、はい。あと、ケチャップ、舞茸内にある粉チーズ、はい。塩、舞茸が決めて、バター、ブラックペッパーですね。ブラックペッパー、夏めぐ以上。いやー、材料装置多いですよ。こんなね、材料あっていいの。まずその最初に手を洗います。パッ、今来た人、今日の新しい曲聴けなかったんで、パッ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 、ここでホットクックに全部ぶち込む、うん、突っ込んだ2時間待つだけ面白いって言ってさあ、ホットクックを最後に最初にね、
そんなことなくて、たまには真面目にやりますよ。前回のパスタで、ね、以降もちゃんとやったのにね。笑い転げる。さあ、それでは、まず最初に舞茸なんですけども、舞茸の準備をしましょう。まな板を用意しますか？はい。まな板どこに、どっちに置きますか？こっち。あ、ちなみに、総長のパスタで以降は、これは総長がね、前回まではペペロンチーノで総長オリジナルだったんで、これはですね、今回ネットでちょうどね、なんかね、夜関連動画でなんか出てきて、日本一のパスタを、ミートソースを作るのとあったんで、見たら、これうまそうだなっていうことで、秘書に相談して、明日やろうかっていうことで、昨日が明日だって。で、昨日やろうと思ったんだけど、夕方でもうやる気なくなっちゃって。で、でも明日、時間がないから、ちょっと2時間からできないなっていうことで、刑事もあるしね。だから今日は休みだから、で今日にしました。行きましょう。初めて作るんですね。あ、そう。これはね、僕のオリジナルじゃないので、まあでも、これはまな板。はい、新しくないこれ。これは赤い方は初めて使いますね。赤い方？はい。じゃあまずはですね、これ手でほぐしてください。舞茸。まあ、手でこう、こんな感じで。こんな、舞茸ってこんな締めっぽいの？はい。あ、そう。初めて触るんですか？初めて触りますね。初めて触りまーす。大根おろし器。それは今日は使わないっちゅうの。こんな。粉々にするんですね。結構、これ切らないで手でやった方が風味がいいということなんでね。うん、はい。はい。で、これもですね。総長、初舞茸。そうです。結構、あれですか？昼間来れる人どうかなと思ったけど、結構いらっしゃる。今、9名の方が。ああ、いいね。2桁になってほしいんだけどね。茶碗蒸し固まらないやつ。え？何？茶碗蒸しが固まらないそうです、舞茸。そうですよ。よく知ってますね。よく知ってますね、それそうです。僕が茶碗蒸し作るときいつもこんな感じですよ。はい。茶碗蒸し固まらないんですよ、これね。まあ、手でやんなきゃな。これね、包丁使ってるじゃダメです。まだまだ。一緒に作ります。はい。ぜひ行きましょう。はい。だ、味の保証はわかりませんよ。どんなんできるかわかんないから。ただ、見て、これはいけそうだということでね。もうそっち作り方覚えてたんですか？あ、作り方も、いや、大体で大丈夫だ。大体。うん。ね、料理はやっぱりある程度半分は、そのままね、適当だからね。はい。はい。そしてですね、これ一応できたら、はい、できたら、結構量あるね。ありますね。できたら、これをですね、こんな感じで手で、こう、押し潰す感じ。潰しちゃうんですね。そう、風味が出るんだ。ほんとかいなみたいな。こんな感じ。多少。いやー。潰してるんですか今。潰してるというかこう押してる感じ。うん、そんなに。OK です。はい。はい、できまーす。適用で。はい、まずは何も敷かないで、はい、これをですね、普通にヘラあります。ヘラは。木のヘラ。木のヘラは。木のヘラないと今日は木のヘラ使います。これでいいか。あ、それ違いますね。これでもいいですか。いや、ちょっとこれだとね、ちょっと出来が違いますね。これでいい？それダメですね。それしかないですね。これさ、うん、あんまり。油を敷かないで。油敷きません。これね、いい香ばしい感じが出てきますね。え、押しちゃうんですね。うん。へー。押して遊べるそうです。キュッキュッって押して遊べるそうです。木のヘラ持ってきますか？これ木じゃなきゃダメだね。じゃあ持ってきます。はい。じゃあちょっと木のヘラ待ちましょう。はい。じゃあこれでちょっとやってください。え？これじゃちょっとカチャカチャしちゃってやりにくいね。はい。
オイルなし。オイルなし。水分出てきますね。まあこれ、こんな感じで炒めてもらって、多少焦がす感じがいいですね。これは混ぜられない。料理小大好きです。書いといた紙忘れてた。世界の料理小大好きです。はい、これいいんですか。はい、したら、ここでですね、はい、ある程度ちょっと焦げついた、もうくっついちゃってますよこれ。はい、ではここで油を敷きます。ここで、はい、これでオリーブ油、こんな感じ。これ強い？強いですね。はい、オリーブ油敷いて、はい、でここでこの、これみじん切り系、玉ねぎのみじん切りを、みじん切り系を、これはうちは倍だね、倍なので、はい、玉ねぎ1個、玉ねぎ1個、そして人参1本ですね。人参1本。はい、これを入れます。ちょっと持ってくるんだけど、混ぜててください、はい、混ぜてください。お客様のコメントが楽しいです。はい、何もしてないですけど今ちょっと塩を入れてください。ここで塩をですね、多少入れると、塩入れると、はい、水が飛びますので、塩の脱水ですね。塩入れると水が飛ぶんですか。はい、フライパンは鉄、そうです。もう水ないじゃん。もうフライパンは鉄です。フライパン鉄です、はい、フッ素じゃダメだよね。焦げ目とかがなかなかね、いい感じがつかないから。はい、はい、少々焦がすぐらいで、塩を入れて水分飛ばす。もう水分なくない？でもまだ焦げはまだついてないですよね。油足んなくない？まあいいか。はい、ちょっと倍なんだっけな、忘れてた。そうなんですよ、倍の量だったんだよね。はい、でも4人分じゃ足りないですよ絶対。あれ4人分だからね、あの量でね。焦がすぐらいに炒める。そうですね、焦がすぐらい炒めますよね。うん、そうですね。焦げ目とかそういうのをちょっとこれは意識して、そういう感じのですね。もうこれ完全にうまいでしょ。カクカクしてるかな。カクカクしてる感じがするけど大丈夫ですか。多少は知らないです。これ生でないとこの辺全部カットだもんね。そうですね、今日は楽しい会話も全部なくなっちゃうからね。美味しすぎておかわりしそう、ニコニコ美味しすぎておかわりしそうしてますもうこの段階でもう美味しそうじゃないですか、うん、これ。そうそうそう、ね、これでもううまいでしょって感じ。ちょっとね、初めオリーブ油少なかったかな。ニンニク入れましたか。この後まだニンニク入れてないです。肉入れないですよ。この後開けます、これ。はい、別の容器に開けます。開けます？了解。そうですね。別の容器に開けます？はい。
じゃあ、つけまーす。分量多いから。一回これ、抜かし、別な容器どうしようか。これ、一回出します。肉別に炒めます。これ取ってみる？いい感じにこう焦げ目がつきましたね。開けてまた戻すよ。一回容器こんな使うと何でもいいよ。もっと桶みたいなのがいいな。平たくなくて。平たくなくて桶、まあ、何でもいい。何でもいい。じゃあお皿でいいですか。一旦では開けまーす。これで出来上がりです。肉はどうします。どっちを。はい、はい、できました。そしたらここに、まあ油ちょっと敷いてください。実は洗わないでそのまま使っちゃう。洗わないでいきます。うわ、なんか火が強そうなんですけど大丈夫ですか。あれ強くした。はい。はい、そしたら次は。炒めた舞茸、玉ねぎ、人参は一度取り出すんですね。そうです。一度取り出してから、同じフライパンで、ひき肉を。合いびきですね。合いびきの牛ひき肉、牛豚ひき肉、合いびきの。はい。ひき肉、ひき肉。そう、ちょっと煙出てますけど、強くないです、うん、ないですか、ね、ちょっと待って。これが食べない洗わないでそのまま合いびきを炒める。いや、なんで洗う必要ないじゃないですか。洗わないで洗う油を入れました。必要ないよね、はい、ならないでくださいね。まずはひき肉を表面をビーッと焼いてください。伸ばします。普通に肉って中火ぐらい。いや、強火。強火でいいんじゃないですか。はい、肉伸ばします。生放送だとこう、はい、炒めてる時間とか長いんですよ、ね、うん、それがいいんだよね。生放送のいいとこだね。お肉の良い音ステーキ肉。はい、いい感じですよね。ミートソースって感じがし、ね、もうちょっと強い方がいいね。はい、強い方がいいですね。パスタ行こう。今日パスタ4回目ですね。早朝4回目です、ね、なんと前回のパスタで行こうって半年ぐらいにやったのかなと思ったら2年前だって。皆さん覚えてます？2年前だってよ。あ、ペペロンチーニとかね。ペペロンチーニ2年前だってもう、あれちょうどコロナが来る直前だったんだよ。あ、びっくりしたな。今日ね、あれ探したら2年前って書いてあって。それってどこで見れるんですか。もう今日、LINE しました。あ、そうぜひ見てください。あっちもね、4回目のパスタいいです。覚えてます。あ、嬉しいです。覚えていただいてますよ、総長。そうだね。新しいの方は、多分過去の映像知らないので、ぜひね、見てみてくださいね。はい、コロナ の自粛の時は、やってなかった。やってないな。もしてない。それどこじゃなかったよ。もうコロナ の教室のね、構築で。あんまり油出てこないね。ちょっと油出て、あんまり油あると良くないんで、うん、美味しくないんで、油吸いますね。でも大丈夫じゃん。吸います？ちょっと吸いますね。何で吸いますか？キッチンペーパー。はい、キッチンキッチンキッチンペーパー、キッチンキッチンキッチンペーパー。油を。キッチンペーパーで油をちょっと吸い出しますね。
もうちょっと欲しいね。これどこに置けばいい？あ、いいですよ、キッチンに捨てちゃってください。油をきちんと捨てます。まあ、大さじ1杯ぐらいは残しといてください。油いらないんですね。はい、もうちょっと好き。今日初めてです。後で過去の拝見します。はい、はい、ぜひ見てください。まあこんな感じで大さじ1杯ぐらいこう残しておいて、はい、はい、OK です。したらですね、先ほどの、野菜を戻します。先ほどの野菜、はい、野菜を戻します。はい、おー、戻しました、いい感じになってきました。お湯沸かしてますか？お湯沸かしてますかと来てますけど、お湯どうしますか？お湯は別に後で沸かしておいてもいいですよ。そんな急にミートソースなんで、うん、別に冷めたところで大したことないんで、またね、温め直して、ね、うん、問題なし。はい、そしたらですね、ここでいいですか、ソース。ソース、ソースはウスターソースです、ね、あれ、これ開いてねえ。あ、それ新しいです。ちょうどね、ソース、はい、え、どれぐらい入れてます？わかりまへん。適当です。醤油、醤油、はい、それもどれぐらい入れてます？わかりません。はい、適当量です。ケチャップ、はい、わかりません。ケチャップもうちょっと入れた方がいい、はい、いいかと思うんですけど、もうちょっと、もうちょっと入れた方がいいと思うんですけど。2倍だからね。はい。ケチャップ何グラムだっけ？ケチャップ、うん、何グラムでしょう。みりん。みりんです。このかな？もうちょっといるか。はい、炒めます。一緒やってて何かこう、はい、もう少し入れた方が、アドバイスだったら言って、ちょっとわかんない。もう少しトマト、ケチャップ、ケチャップ入れた方がいいかなと思うんですけど。あれ？あれはいつ入れるの？あ、スターソース、醤油、ケチャップ、みりん。ケチャップ増量。ま、なんか量は適当みたいです。このウスターソースと醤油とケチャップ、みりんが入ればいいんですね。大体感覚だよね。それぞれ味が違うんですね。違ってできちゃいます。うん。今日通信状態悪化してます。今日お知らせしたじゃん。あれが2人前、あ、4人前だって。だからその倍なんだよね、うちはですね、うん。倍の量でやってますけど、あれが目安なので、もうちょっとソース入れようかな。はい、こんな感じですね。あー、その時点でもうね、もうこれ食べれます。ね、美味しそうです、うん。ただここで終わりまへんよ。ミートソースですからね。はい、いい感じになってきたでしょ。はい、そしたら次はですね、はい、赤ワイン、はい、これ少しずつ入れてきますけども、赤ワインいつだったっけ、200だったら400、うちはね、はい、あーもう400って結構多いよ。もうほとんど飲んじゃったって感じだよ、これね。うわー、かなり入れますね。だって200、あれで200でしょ、はい、でもね、はい、あれで200だったらこれ400だよね。そうですね。じゃあちょっと開けにしてよ。あー、飲んでます。いいなー、赤ワイン一気に入れないでください。徐々に徐々に入れるんですか？徐々に入れてください。いやー、これは豪華だわ。これは普段食えねえわ。これはお店でもなかなか食えねえだろう。舞茸のね、風味もこう、いい匂いで。ミニボトル1本ぐらい、そうですね、ミニボトル400、うん、400ミリだから、そうですね、1本いっちゃうね。1本。あー、また通信状態悪化してます。カクカクですね。
はどっちにしろワインと一緒に食べるからね。あの今日はお休みで車運転しないよね。車運転しないです。しないね。はい。であれば早朝飲んじゃったはい。結構手間かかりますね、このミートソースね。チャッチャッチャっていう具合にはいかない。チャッチャッチャのミートソースは美味しくねえよ、はっきり言って。そうですか。だからね、普通作ってるミートソース、あれはミートソースっていうの、なんていうの、簡易版だよね、あれね。ちょっと赤ワインが入ることで本格的な感じがしますもんね。はい。あー、また通信状態悪化してます。トマトジュースもここで入れるよ。こぼしちゃったね。失礼します。トマトジュースも入れちゃおうかな。はい。これ総長大丈夫ですかね。通信状態回復しました。まあしゃあないです。これってどうやってやるの。これそれは包丁で先のとこピッて切ってください。包丁はここに入ってます。本格的高級なお店の味。そうですよね。高級な感じがします。そうじゃ気をつけてくださいね。トマトジュース、それ多分全部です。全部ですよ、これ。はい、400いいと思います。それ400ないんですけど。これいくつ。380ぐらいです。あ、じゃあ全部だ。これトマトジュースなんだよ、本当はね。はい。ただまあ同じもんだよね。同じですね。そうじゃ、ずっと強火でいいんですか。いや、腹ごしトマトジュース、もうそろそろ。はい。で、はい、トマトジュースないからトマト缶にします。あ、トマト缶でもいいですよね。うん、なんでもいいと思いますね。トマト缶のがなんか贅沢な感じがします。そう、はい、潰しちゃえば同じやん、ね、はいはいやっぱりこれさっきの強さ。これ全部入れちゃいます。はいはい。うわー、こぼしてます。そちょう、あー、今日赤い T シャツでよかったですねもう下すごいっすよ、早朝このこぼし具合になって。はい、アクティブクッキングという感じで。はい、いや落ち着きましたね。いや、こんな感じですね、今ね。いや、これやばいっしょ、これ。うわ、これはやばいっしょ。美味しそうねえ、うん、これはやばいっしょよ。確かに、くかでよかった。うん、いいですね。パティでよかった、セーフどうよ、ちょっと味見したいんだけど。いや、まだあれじゃないですかこの他にニンニクとかどうするんですか。まだ入れてないですか。マト、ニンニク入れてないですよ、総長。ニンニクどこで入れんだっけ。多分炒める時だと思うんですけど。ニンニク入れるの忘れた。あー、忘れた。そうです、ニンニク。ニンニク入れなきゃ美味しくないよ。そうですよ、ニンニク風味が。ニンニクどこで入れるんですか。わかんないね。もう煮込む段階ですね。隠し味、洋食レストランの味になりますよ、キラキラ。隠し味シナモン少々入れると洋食レストラン。いや、そんな、なるほど。そんなこと言わないでよ、もう決まってんだから。でも今日ね、ナツメグ入れるそうですよ。ちょっと待って、ニンニクはニンニク入れ忘れ、口に手を当てた顔。これ聞いてなかったからさ。どうしようか。肉炒めるときに入れちゃいました。そうそうそう、肉炒めるときに入れると美味しいと思います。もちろん。で、後からでいいですね。で、これちょっとやってください。はい。じゃあ、ひしょちょっと切ってもらって。僕ね、あれだと思ったのよ。あそこのみじん切りがもうできてて、それ全部かと思っちゃって。炒めるときね、ちょっとこっち側で炒めたいな。いやいやいや。大丈夫かな。大丈夫かな。早朝バージョンで。いや、ちょっとニンニクは外せないからね。食べて入れちゃう。本当は炒めたいけどね。炒めたいですね。うん。そう、よく気づいて、これ言われなかったら気づかなかったよ。
何かが足りない。一味違いますもんね、うん、あの例のあのあれでやっちゃったらどうでしょう、すりおろしの。やめとくね。ニンニク入れないとダメっすよ。はい、ちょっとニンニクやってもらってまーす。なんでニンニクね。そうだよ、大失敗今。一緒にやってた方なのにね、入れ忘れちゃう。皆さんニンニクどっかで差し込んでください。さっきニンニク紹介した？したっけ？したっけ？はい。まあどっちでもこれ時間かかるから。うんうん。強くないですかそれ？弱くしてあるよ。中火ぐらいだね。弱くしてもいい？弱くしてもいい？弱くした方がニンニクが、うんうん、後から入れるので、はい、ちょっとここだけ取って、ここだけ、ここでちょっとニンニクを、はい、じゃあいきます。はい、上乗せちゃいます。で、ここ2個分です。痛まんないね。痛まんない、いですよね。これ失敗からね、結構美味しい味になったりしますよ。うん、確かにね、うん、それはあんだよね。ニンニクが強く出るかもしれない。お、いい感じ。うん、混ぜちゃいます。ちょっと一緒、あのこうやって何か入れるの忘れて後から突っ込むってことある？結構よくありますよ。忘れのニンニク投入、よくあるって。はいはい、でもそんな味大して変わんない。そんな変わんないよね、確かにね。そうも結構こだわりの人っているけども、今言ったら、あの食ってみてさ、言っても後色の方が好きだって、うん、ああ、ニンニクなんか強く出そうな感じですよね。ああ、そうなんだ、うんうん、それはよかった、救われました。どうしてもさ、ペペロンチーニとか作ってると、うん、ポイ、あのあれじゃない、主役がニンニクじゃない。はい、ニンニクが主役だから、パスタ作ってる時はニンニクにすごくこう、うん、あれだ、これはね、ぐちゅぐちゅもう煮込んでっからね。よし、このまま少し待ちながらね。はい、強いかな。あと何ですかこれ。あとはね、何やるんですか。塩、味の調節しますので。ナツメグっていつ入れるんですか。最後ですね。最後、うん、はい、ナツメグとブラックでペッパーがね、はい、この段階でちょっと味をちょっと見たいんだけど。スプーンありますよ。あー、それだと、それだと、それだと、やけどしません？あ、何ですかそれは、その表情は。美味しいってことですかね。なんだろう、もう一度今の表情をちょっと見たいですね。最後にナツメグ。どういうことが言いたいんでしょうか。まあ、多少味を整えるって意味で塩。はい、今塩入れました。入れました。はい、まあ、入れなくても口に手を当てた味は随分ついてます。贅沢にね、赤ワイン入れましたもんね。すごいよ、これ赤ワインで、うん、これ昨日おろしたばっかりです。もうないし、なんかもったいないような。いや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 、これ赤ワインってそういうあれでも、にもね、非常に有効ですから。そうだ、今日は贅沢ミートソースですね。そう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 。はい、じゃあこれこのまま、煮詰まるまで、はい、少々贅沢、まあここ持って置いときます。残り、で見ててね。え、ちょっとこれもうおしまいだよ、あとはパスタやるだけだから。お湯でも沸かしとくか。え、ちょっと待って、早くない？うん、みじん切りが効いてるね。
今11時15分です。13分。あ、意外に早く、うん、できますね。小さい子でも大丈夫ですか？何がどういう意味ですか？ワイン？全然大丈夫ですよ。だってアルコールは全部飛んじゃうし、ちっちゃい子でも全然大丈夫。そうね、アルコール、アルコールはもう飛びますから、ね、全然問題ないし、間に飛んじゃうから大丈夫です。ワインは完全に味ですからね。あ、これこれめっちゃうまいでしょ。間違いなくうまいでしょこれ、うん、はい。ニンニクは後ですからね。今弱火にしましたから。はい、ニンニクは後からやってる、あえてやってるからね。あ、ちょっとそっちいいですか？はい。まあこれ見てても同じなんだけども一応ね、はい、焦げてきたら言ってよ。ちょっと待ってください。たまに混ぜればいいよね。おい部分もあるかもしれないね。和っぽいですね。あ、醤油とね、みりんを入れたので、うん、醤油、みりん、舞茸という多少はだから多分これは日本人の、うん、口に合うんじゃない、うん、たまに固まりますよね。動きましたね。通信が状態が悪いと固まりますね。ミートソースってこの程度作るのって。ミートソース、うん、うん、私はぽってりした方が好きなんです。いや、この程度って時間的に、時間的に、うん、炒めるの。どうだろう、こんな早いの？なんか意外に早かったですね。もっと2時間かかるというはずじゃないの？もっと煮込むイメージだったんですけど。まあすぐできちゃったらそれでもいいんだけどね。じゃあちょっとパスタのあれも茹でちゃう。何時に食べようとして、食べるのは早いな、うん、じゃあとりあえずこれだけ作っちゃうって感じする。まずは完成させちゃいます。うん、じゃあこれだけ作っちゃうって感じにします、はいはい、まずね。パスタ茹で上がりました。こんな感じ。あ、もう茹で茹で上がっちゃったの？ダメだよ、パスタの方がポイントなんだから。なんかね、パスタもね、ちょっと違うやり方するそうなんですよ。パスタダメだよ、なんで茹でちゃうの？それ最初に言っといてあげれば。あれ、パスタは後からって。あ、パスタ茹で上げちゃダメですよ。茹で上がりましたって来てます。茹で上がっちゃったか。じゃあもうパスタ茹で上げないです。なんかそこに、ね、まあでもいいや、そのまま食っちゃってじゃん。あらら、ソース先に作り置き。はいはいはい。あー、なんかいろいろね、バターとか粉チーズでね、パスタをやりそうなんですよ。あれです、なんだっけ、イタリアの、なんだっけな、名前忘れちゃったよ。ちょっと食べちゃう。あ、食べちゃう。食べちゃってください。あ、パスタサラダの材料にしとけば。はい。お、出来上がりましたね。はい。オッケー。仕上げてください、総長。じゃあこれ、出来上がりました。え、まだまだですよ、ナツメグ入れて。あ、まだだまだだ。どこだ、ナツメグとブラックペッパー。どこにあるの？ナツメグとブラックペッパー。ナツメグ、ナツメグ、これ切れてる、これ切れないね、うん、あ、どれぐらい入れたんですか？この量的に、はいはい、ブラックペッパーで、ブラペ、店っぽくなりましたかね。うん、夏目が入ればね。ブラックペッパー、夏目が少なくない、大丈夫。ちょっと味を見ましょう。じゃあちょっと味見させてください。はい、秘書が味見をして感覚をちょっと聞きます。これは料理人じゃないとね、感覚わかんないからね。入れすぎ注意。いや、夏目くんこれぐらいでいいと思います。大丈夫ね、うん、あんま強いと。どれどれ。あ、これスプーンがいい。へえ、このミートソースは舞茸がポイントですね。舞茸効いてるよね。舞茸美味しいですよ。うま、美味しい。夏目くん入れすぎ注意、中毒になります、はい、あ、そうそうそう、中毒で、これやりますよね。3人前に作っちゃう、はい、
じゃはい。ではパスタ今からですけども、パスタちょっとやり方がちょっと違ってて、はい、普通に、まあ、やるんですけど、舞茸がポイント。揚げた時にこうね、はい、バターと、おいしいんですね、ひき肉がない。揚げた時にバターとこのガッテコナチーズをちょっと混ぜるんですね。パスタに混ぜるんですね。はい、はいはい、これ逆の方がいいかな。はい、逆軽く一緒か。はい、一緒だと思います。はい、今日のパスタ、本当はリングがいいんですけども、ちょっと、1.7 ミリだから、ちょっと太め。これから少しパスタ、湯がきます。はい。パスタ何？湯がきます。湯がかないんですよ。パスタ湯がかないんです。あ、まあでも普通に食べてください。ミートソースが美味しいから大事でしょう。昼は3名だから、昼は6名分ぐらい作れば大丈夫ですか？一人100何グラムだろう。太麺ですね。そうですね、今日 1.7 でちょ太麺です。パスタに粉チーズ混ぜるから普通の茹で方と違うやり方。そうなんですか、そっちは。ちょっとこれ17ミリ洗って。はい、違います。あのね、パスタは簡単に言うとね、このままね、茹でて、水、そのまま切らないで、そのまま、あれします。パスタ混ぜるやつはないから、これでいくか。ああ、足で。はい。スタートするの忘れた。8分です。出してない。はい。Oh no。 そうちょ、それカクカク動いてみてください。カクカクそうちょ、カクカク動いてみてくださいって私は寝るインディアン人形。古いよね。はい、知ってる。知ってます。リンリンランランだっけ。はい、知ってます。リンリンランランとカンカントントンだっけ。カンカントントンは知らないです。それパンダの名前。カンカントン、それパンダの名前じゃなかったっけ。あれ、カンカン、パチパチパチ。うん、ちょっとね、1分ぐらい。カンカンランラン。うん？あ、そう、カンカンランラン。カンカンランラン、これ使う？これ？はい、そうです、それを混ぜる。アラビアンまだですね。あ、やはりアラビアンまだです。え？そうですよ。アラビアンやったでしょ。だいぶ前に撮ったんですけど。え、アラビアンさっきか。じゃあこれ出せないや。これ弱すぎるだろう、はい、これ。あ、はいはいはい、そうです。ザルも用意しました。ザルいらないです。え、ザルいらない。あ、いい時間。ザルはいらないです。これ7分です。これ7分、はい、ザルはいらないです。え、ちょっとわからないです。ザルなしでどうやって。普通のパスタじゃないのこれ。どうやって取るんですか。だんこれこうやって。ザルなしでボウルに開けてます。このままパスタのおつゆ、パスタのこのあれも入れてください。あえてね、あえて入れてください。ほら完璧に取れちゃったもん。パスタのねあれも入れてください。あ、もうない、一本もない、はい、さあそしたら、はい、バター入れました。バターと粉チーズ、
バターと粉チーズを、まあ、あんま好きじゃない、粉チーズはかけないんですけどね、はい、バターと粉チーズを入れました。はい、はい、混ぜます。で、塩コショウとかします？しまへん。しない。で、これあの乳化ちょっとさせるので、ちょっとこれだけお湯の、さっきスプーンあったね、スプーン、もうちょっと足したらいいですね。パスタのお湯を出すの、これはあのパスタで前回もやりましたように重要なんですね。これ乳化させますから、これが大切。こんなチーズってどれぐらい入れましたか？うん、適当です。パスタとバターと同じチーズ入れてボウルで混ぜる。乳化、はい、乳化大切で、好みでいいんですね。はい、チーズは、チーズ好みでいいと思うよ。だって、かけるのだって好みやん。確かに。うん。オッケー。うん。よし。ペペロンチーニの時もやりましたね。はい、そうですね。はい、できましたー。はい、じゃあ。パスタの茹で汁入れる。これちょっと持ってほしいんだけど。はいはい。一個だけ、あれやっちゃいます。あれ、はい、あれだ、じゃあちょっと持ってください。お願いします。1個だけ、あれ、うん、あの方式でいきます。できました。はい、できました。もう食べちゃってんですか？作って、一緒に作ってた方、うまい？よし、僕だけちょっと、なんか総長は先にミートソースを入れて、ミートソースを先にこのように入れておきます。やる、うまく、総長のは先にソース盛り付け。はいはい、オッケーですか？オッケーです。そしたらこれ上に、この、ここの上に目を乗っけてほしいんです。総長逆だそうです。逆なんですね。本当はね、これちょっと器がね、丼みたいなやつがいいんだよね。これ何もないみたいじゃないですか？はい、何もなくていいんです。あ、そっち、それからでいく。先生はいないんですね。ケン先生は今日はね、国立図書館に行っております。これ、就労のね、美味しそうじゃないですよ。いやいやいや、いいんです。はい、じゃあ持ってきます。ペンは上乗せ。なんか美味しそうなんだろうね。逆さまパスタ食べやすいのかな。はい、それでは、なんか見た目がいきますよ。ねえ、ちょっと家庭いただきます。味見していきたいと思います。今日は、例のブツを持ってきますか？はい。では、まずは、パスタだけを食べます。うん。そして、真ん中からソースを出していきまーす。総長のはソースが隠れてる。あー、うまそう。うん、このミートソースは、思わず悲鳴が出るほど美味しいのかな。うまいっす。このミートソースは、これはちょっと価値がありますね。すぎる。秘書様いかがですか？今秘書ね、オプション取りに行きました。今から食べてもらいますね。もしね、4つだね。ミートソースの中ではこれはね、ミートソースではこれ星4つだね。星4つ？ 4 つです。じゃあ、持ってきました。うん、さあ、もっと絡めたい。さあ、それでオプションね。ルー入れないですもんね。これは何も混ぜませんよ。これ入れないでください。こういうのね、高級レストランだって、これお家で。いやー、これはちょっと、うん、すごいですよ、総長。この舞茸ですか？うまいね。これ、いつ見たんですか、これ。
2日前。へえ、そうなんだ。うん、いやこれはびっくりです。それでひきわり納豆を入れると、声がびっくりしてる。高級レストランの味。そうそうそう、高級、ひきわり納豆を入れるとすごいことになっちゃうんだって。納豆スパゲティは分かってますけどね、ひきわりな、一半もこれ入れてね、あの納豆スパゲティは分かるんだけど、あのそれって明太子とさ、人様の喜び方から分かります。そっちはそれ醤油とか入れないんですか。何も入れないで。へえ。ちょっとミートソース足してもらう。でももったいない感じがしますよ。いやでも、うん、そう思ったんだけど、うん、でももったいないな。やる価値はあるのかなと思ってちょっとやってみますね。ひきわり納豆投入。あーなんかもったいない感じがしますよ、せっかくの。ちょっと待って、ミートソース。ミートソースの納豆混ぜなきゃダメだね。ん、ちょっと待って、ちょっと待てよ。待ってます。ちょっと待って、ちょっと待って、皆さん待ちましょう。どうですか。やばいねこれ。やばい、ミートソースと納豆を混ぜちゃうのね。はい、はい、ミートソースと納豆を混ぜて。でも納豆入れるの見たことあります。あ、納豆、うん、だから納豆、ミートソースには納豆入れないじゃない。いや納豆入れるの、納豆スパゲティは僕作ってますよ、よく。秘書様総長の引き割りもらって食べてみてください。うん、引き割り、秘書の残してあれば大丈夫です。でももったいなくて。いや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 、これちょっとやってみて。半分食べたら、引き割りちょっと入れ、混ぜてやってみて。そうなんだ。これあのね、舞茸と、はい、やっぱりあの、みりんとか入ってんじゃん。入ってますね。それの流れがあるね。私最後に やってみます。最後にやってみよう。もったいなくてですね。あ、これはね、ちょっと、あのね、でもね、ミートソース自体がうまいから。スタミナ納豆、美味しかったですよ。うんうん。スタミナ納豆？そう、結構美味しかった、うん、ミートソースに納豆入れるの見たこと、あ、そうなんですか。うーん。でも普通のミートソースに入れるといまいちじゃない？これってね、あのちょっと和っぽいじゃん。和っぽいです、うん、食べ終わるの早い。だって量が少ないもん。美味しかった。もうないの？いや、まだ8人分作ったんで。ただ美味しかったー。 また麺茹でれば。グッ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 。あ、これはね、はい、おすすめ。あの、もうちょっと、あの、ボテッとしちゃったんで、もうちょっと緩くてもいい感じするよね。早めにね、炒めてもいいですね。はい。美味しかったわー。そうで、口の周りすごいことになります。お口拭きがないと。あれ、ティッシュ。今の量は結構、普通の量です。もうちょっと多くやってます。うん。で、ミートソースを下にしたのがポイント。うん。いいよ。あれ、意外と逆の方が食いやすいね。納豆合いますね。うんうん。はい。ひき割り納豆。ひき割りだよ。ひき割り。あといけないのは納豆に、こんなタレ混ぜないでね。からしも混ぜないでね。そのままですよ。もうちょっと麺茹でます。じゃあ、追加で。そうだね。もう一回食べます。ありがとう。食べやすいです。だから普通にやって、中からほじくり出し、真ん中からほじくり出しながらこう、すくい出すんですよ。やってみて。見た目がなんか。すごく、見た目が食べやすいし、美味しいです。ぐるぐる混ぜやすいしね。こう、端っこでこう混ぜるじゃん、普通こう、くずしこうね。こう、初めから混ぜるのはバラバラしちゃうし。あ、美味しかったー。感激ー。ミートソースってなかなかね、美味しいの食べれないよ。でも、家でこれこんだけの食えたらさ、これすごくない？結構ある材料で作れますもんね。ミートが残っちゃう。そう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 、うまい具合に絡まります。感激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 。いや、美味しかった。これ今日安心してよかったわ、うん、はい。あのぜひ、うん、あの麺もね、茹で方簡単でしょ。ただ引き出してバターとパルメザンチーズを混ぜて、ちょっとあれ足して、お湯足して、乳化させて、
入荷させて、そしてプロっぽいよね、で、こんな風にやってみるといいんじゃない、はい、というわけでどうもありがとうございました。皆さんもぜひお試しあれ。今日はなんだっけ、総長の第5弾、総長のパスタで行こう第5弾、え5弾4弾5弾え2、3、4弾4弾、舞茸、ミートソースですね、はい、プロ味でしたというわけで、はい、というわけでありがとうございました。やってみてください、これから始めてくださいね。できた、それではさよなら。 あれいない、見えない、どこにいるの、はい、あれあれ、あ、いたいたいた、はい、さよならありがとうございました。家族に作ってあげたくなりました。ぜひぜひぜひ今晩やってください。さよなら。